どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手に今回はドライブトークで、虹色占いをやりたいと思います。星座占いなんですけれども、まあ占いといっても僕の主観みたいな感じなんですけれども、まあいろいろ過去にも挙げておりますが、椎茸占いさんの本を読んだりとか、石井ゆかりさんの占い本を、紹介したりとか、まあいろいろありまして、まあ他にもいろいろね読んだことはありますけれども、まあその辺の知識もちょっと加味しての、まあ僕なりの意見みたいなことを喋、ろうかなという感じでございます。各星座やっておりまして、今回は魚座行きたいと思います。はい、僕が思う魚座、まあまず一言で言いますね。魚座はですね、星座一の得意体質だと思います。はい、星座一の得意体質。どういうことかというと、まあ、よく変態って言われるんですよ、魚座の人って。うん。内海とかも言ってるんですけど、まあ変態って言うのね、その、本当の変態ではなくて、まあ本当の変態もいると思うけど、天才肌みたいな。そういう見方。はい。だからいい意味での変態っていうふうには言われてるんですけど、僕的には、つかみどころがないっていうのが、一番強いかなと思います。魚なんでうまくつかめないのかな、はい。まあ、どういうことかと言いますと、なんかね、印象としては人と初めて会ったりとか、まあ、いろいろ会話していく中で、この人ってあこういう人なんだなって、まあ、無意識的に僕らってこう、まあ、グループ分けじゃないですけど、こう分けるじゃないですか。まあ、この人はこう細かいこと言ったらキリないんですけど、例えばあこの人はすごく話を聞くタイプなんだなとか、この人は結構遮って自分の話ばっかりしたいタイプなんだなとか、自慢話好きなんだなとかさ、いろいろあるじゃないですか。時間しっかり守るタイプなのかなとかさ、あこの人ルーズなんだなとかってね、細かいこと言ったらもう本当無限にありますけども、魚座はあんまりそれに当てはまらないんですよ。それができない、状況においてはできる時もあるんだけど、なんかそれでこっちで決めつけちゃうと、あこの人こういう人だなって決めつけちゃうと、全然逆だったりするときたまにあったりするんですね。それが僕魚座だなってちょっと思ったりするんですよ。それでつかみどころがない、だから僕は魚座の人を魚座だ、魚座という一括り、こういう性格なんだっていう一括りにしないようにしてます。魚座だけはもうその人個人はこうだ、時にはこうなることもあるみたいなそういう風に僕は分けてますね。だから結構変なこと言っても僕は魚座だったらだいぶ許します。だって魚座だしっていう気持ちになるんですよ。だからそれは気分なのか、気分という言葉で言ったら僕はちょっと違うのかなって思ったりもするんですけど、まあ、今日はそういう感じなんだなとか、あ今はそうなんだな、あ今こっちにちょっと思いが傾いてるのかなみたいなそういう感じになるんで、だからいやこの前こういう風に言ってたでしょとか、魚座の前ではあまり言わない、冗談とかでね言ったりすることはあるけど、真剣にそこを突っ込んだりしない。だって魚座なのそこは許すっていうなんか僕魚座すごい好きなんですよ。もうなんかそこを分かると魚座ってすごくいい人だし面白いんですよ。で魚座はこれ僕の勝手な、ね、解釈ですけど、こっちがある程度その好き勝手やってる魚座を認めると、許すと魚座も好きになってくれるから、すごく味方になってくれる、そういった意味ではもう無条件で、もうそこは魚座のいいところですよね。なんかまた魚をちょっと言いますけど、魚だから、魚って群れなんですよ。一匹もいるけど、そういう意味で、あこの人自分のことを認めてくれてるんだなと思ったらついてきてくれるっていう、そういう感じはあります、はい。まあ、今年生まれたね、僕の息子が、3月4日なんでね、魚座なんですよ、はい。まあ、まだね4ヶ月5ヶ月ぐらいですけれども、僕的にはちょっと嬉しかったのでね、魚座で魚座はね、タイミングが合うとすげえ好かれると思ってるんですよね。ちょっと間違うと何なのこの人って言われちゃう、変人扱いされる傾向はあるのかもしれないけど、まあ、
今のところから関連つけると、まあ、悪いところ短所的なものは僕的には要はこうするっていうふうに自分で決めてたことをもう急に変えたりとか、いやいやそういう決意だったんじゃないのみたいな言ってたくせに、あの全然いや今はそうじゃないからみたいなのが短所かな唯一挙げるとしたら。だから言葉の重みがない嫌な言い方すると重みがないですね。だからこっちが重く感じ取ってはいけない、損してしまう、だって魚座だもんです。はい、どうですかね魚座の皆さん、あのディスってないですよ、僕大好きだから魚座、はい、それは魚座全体を含めていいところだと思ってるんで、今後もね、また新たな出会いが人生においてあるかもしれないですけど、できるだけこう魚座と出会いたいなというふうには、密かに思っております。はい、というわけで、虹色映像今回は